次の曲はね、よさこいの方で定番の曲、よっちょねって曲です。よさ、北海道の相談節、そして土佐の高知の、よさこい節、そんなのがね、織り込まれた、明るい曲です。途中でね、よっちょねよっちょねね、にぎやかに触るところもありますんで、皆さんもね、声を出して叫んでほしいところやけど、それもなかなかできることもあるんで、よかったら逃げよし逃げよし、みんなも一緒に明るくなってもらえたら嬉しい。こうやって一日一日過ごしてもらって楽しんでもらえたら嬉しい。なんでよろしくお願いします。さあ行こうか。はい。